ザンギリリョーマザー笑い草だ。墓から出てきたチミ毛量め、骨の髄まで切ってやる。夏の暑さに酔ったのか血を吸いたがるぜこの方。コルビンタンのメケメケ、もったいなーの止まりんしゃ。よっ三十郎、ありがとよ。なんだこいつは、首相早く止めろよ。へここであったか100年目高円寺龍之介さ、俺のことだ。来れ、早くこいつ来れ。裏切ったらてめえら、バカ死ねない。龍之介は仲間に裏切られて一匹狼となる。そして龍馬との対決を約束して立ち去る。またな。抱きつけるてめえ。する毎晩遊び回るファンの女の子に手をつける。いくら役作りでもちょっと熱心すぎるぞ。塩梅を考えろ塩梅を。そんなもん気にしてたらただの小市民じゃねえか。塩梅考えねえのか龍之介だよ。なんだとお前。そっくりでございますな、おじい様に。何若旦那、知り合いだったのか。うん、俺日本橋の呉服屋のせがれだったんだよ。その時のまかないのばあさんだ。やっぱり小猿や、昔からご器量がよろしくてな。やめてよ、照れるよのんばんに言われると。おじいさまに気移しやで。な、ちょっとあれやってや。なんだよ。下ベロ出して腰回すとこ。やだよ、カメラもないのに。もうやってくれよ、俺も見たいよ。じゃあちょっとだけよ。かぶりつきや。建前なんぞ金繰りしてるや、人間誰しもこんな姿よ。お座敷でこれようやっとったよ、おじいさん。